超身近に永久機関があったんでござるな。見ていただきたい。全く使い道は見つからなかったでござるが、この通り何の動力もなく車輪が回ってるでござるよ。これに拙者もろもろの検証に半日かけたでござる。もうこれ以上進まんでござるか。水の中ならうまくいくと思ったんだけどな。回すことはできるけども、ちょっと前には進まないと。これでどうでござるか。これいけるだろう。いくでござるよ。回れ。回っているが、前後が回っているでござるね。こっちは、あ、一応動力としては作用するでござるね。この板の浮力をもってすれば、なんとかって感じでござるが、まあこれね、見つけた人いるでござるかね。そうなんでござるよ。車輪ってあるでござるな。前にも紹介したでござるが、この車輪には超特殊な能力があるというよりも、他の車軸を持っている車輪にも多分同じものが使われてると思うんでござるが、これとか、あ、これでござるな。これね、大きなタイヤはまあ、車軸がね、ブレるんで、なんとなくわかるでござるが、考えてみたら、こいつに起き上がりこぼしをつけて、操縦桿つけて、曲がれるって、おかしいでござろう。おそらくね、それの、能力を持ってるんでござるね。で、おそらく、大きなタイヤと同じような性質を持っていて、ややこしい話ばかり、ちょっとまあ、拙者がちょっと検証した話をね、軽く聞いていただきたいんだけども、この大きなタイヤって、最初車軸が2本出ていて、で、どっちかを物にくっつけると、まあ、右側にくっつければ、こんな感じでござるね。左側がへっこんで、左用のタイヤになるでござるよ。で、真ん中でくっつけると、どちらも外れないでござるね。で、この時点で、まあ、操縦桿をつけて、動かすとね、なんとなく、あの車輪の、理由がわかるでござるな。と、わかりやすいと、この辺でござるか。につけるでござるよ。で、とりあえず回るでござるね。軸が。で、今空中にあるから、あのタイヤではなくて、軸の方が回ってるんだけども。で、これ右に倒したとき。左に倒したとき。これ前と後ろじゃないってことだよ。前これね。後ろこれ。右に倒したとき。左に倒したとき。わかりにくいでござるな。右の方が回転が早いのわかるでござろうか。そう、すなわちこれ両方とも軸が出ている状態でも、右に倒したときの方が、この、なんだろう。速度がね、上がるようにできてるでござるな。ちょっと分かりにくいでござるな。すげえ分かりにくいでござるな。でもこれのせいで、一輪車の大きなタイヤを作った人は知ってると思うでござるが、左右の曲がりに差ができてしまうんでござるよ。まあ、タイヤに関してはね、そういうことでござるな。最初から、これ軸は2個出てるけども、均等に、左右均等に力が加わってるわけではないよと。そういうことなんでござるよ。で、多分、この車輪も、同じ理由なんでござるね。これ、回っている車輪も注目してほしいんだけど、反対に入れた時に回ってる車輪がピタッと止まるでござるよ。で、離すと、ゆるりと止まるでござるね。ってことはね、これ、右側に回っていないから、何の力も加わっていないように見えるでござるが、実は右に向かって、本当に少しだけ力が加わってるんでござるね。で、この左側の車輪に関しては、強く力が加わってるんでござるね。何を言ってるか自分でもよくわからんでござるが、おそらくね、
小型バイクで四輪駆動車を使った時に曲がるためのギミックっていうのがこれにも使われてるんでござるね。バランスがねよくわかんない、検証してみたんだけど、おそらくね操縦桿を中心として左右に力の加わり方が変わるんではなくてね、なんかね車体のねバランスに合わせてね、このどっちの車輪がどっちに回るかっていうのが決まってるっぽいでござるよ。だってあれでござるからね、この操縦桿を全く別のところにつなげたとしても、あの小型のタイヤと大きなタイヤはちゃんと曲がるでござるから、なんで操縦桿ではなくて車体全体の中心っていうんでござるかに対して左右に対してね特別に力が加わる能力を持っている、それが操縦桿ってことみたいでござるよ。これなんか使えるでござるかね、扇風機で、だ扇風機にも多分同じような感じで加わってんだろうね、力がね。扇風機で旋回するときに使える？でも左に回したときに右旋回してるから無理では。じゃあ縦に置いたらいいんじゃねって思うでござるが、縦に置くとね回らんでござるよ。前後で若干動くかな。あ、前後で若干動く。あ、後ろは結構動くでござるね。で、前も一応力加わってるんだね。なので、こういう形を取ったら、もしかしたら、一番多く動いてないでござるね。いいのか。あ、そうでござるな。こういう形を取れば、ここまで来れば、比較的パワーとしては強くなってくるでござるな。あ、いいじゃない、いいじゃない。あ、いいじゃん、いいじゃん。そうか、そうか。お、いうわけでできたでござるよ。思ったより水の上で、動いてくれたんで、これだったらもしかして、ただハンドルを右にねじるだけで、走るんでは？水の上を。いけるんでは？地上ではあまりにパワーが貧弱だったゆえ、使い道ないなって思ったんだけど、これならいけるんでは？よし、行ってみよう。3、2、1、こっち？こっちだ。どうだ？あ、一応全部回ってるね。あ、重心が良くない。重心が良くない。いい感じに進んでいるが、あ、向こうがなんか、引っかかってんな。地面に引っかかってんのか？なんでこっち方向に回転するの？ん？いやまあ操縦桿を右にねじってんだからそれは右に回転するだろうとは思うけど、なんで向こうは動かんでござる。ん？どうなってんの？逆回転してる？いや両方ともちゃんと前に回ってんな。ん？どういうことでござる？どういうことでござるか。これは、すなわち、操縦桿の前後にも、重量バランスというか、パワーのかかり具合の違いがあるってことでござろうか。まあ、当然ね、長い車両なんかを作ったときに、後ろの車輪にも同じ力が加わってしまうと、まあ、真横に動くこと、今、真横に動こうとしてるでござるからね、拙者ね。なってしまうんで、前方の方が力が、でも回転率一緒なんだけど、どういうことどういうことになってるでござる。ああ、過去にFF とモンハンのプロデューサーがブレワイについて語っているトーク動画を見たんでござるけど、ブレワイはあまりにもめんどくさいことをしているっていう話を聞いたでござるが、そういうことか、そういうことか。いや、位置の問題か。位置がきっちりがっちり中央だったらいけんのか。ちょっともう一回挑戦させていただきたし、これで今ちょっとね、あの前と後ろで重量を変えてみようと思ったんだけど、さあ回る、いけ、ゴー。いや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 、
いや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 、ちょっと待って、思いっきりこいつ前にしてみよう。結果的に重量変わるでござるから、これでどうだ。いや、ダメでござるね。時計回りに回るでござるよ。どうして？え、地面についてないよな、向こうな。浮いてるよな。ちょっともうちょい、もうちょい深いところで。いや、浮いてん。こっち、こっち、こっち。こういう、こういう感じじゃ。いけ！これでもう、向こうのタイヤは、車輪は、間違いなく、浮いてると思うけど、お、ダメでござるね。え、川の流れある？ないよね。これはでも、つまりそういうことでござるな。横軸だけではなくて、縦軸にも、縦軸？なんだ？まあ、前の方にも、なんか力が加わってるんでござるな。がしかし一応ねじるだけで水の上で旋回するというまあそういった技巧が可能でござったな。あー、やっぱりさっきこのポジションに車輪つけたら右回転だったんだけど、機構が変わったから左回転になってるでござるね。おそらく全体の車両のバランスを取るために、回転方向が変わるっていうのは間違いなさそうでござるよ。いや、これすげえいっぱいつけたら地上も走れんかな。というわけでね、今回は拙者の日頃の生活をお送りいたした。でまあすいませんね、なんかこんな動画で申し訳ない。まあちょっとなんか思いついた人はぜひコメント欄に入れてほしいでござる。このめちゃくちゃパワーのない車輪だけども、一応水中の中では回すことができるぐらいのパワーを持っていると。これでなんかできないかなと。できるかなあ。それでは、ティユ。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って。揺れて揺れて、果て間な心、君は知らない。